どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが6月26日土曜日の試合終了後なんですけれども、今日のタイガースの1軍の試合途中ぐらいですかね、ちょっとプロ野球界隈の SNS をざわざわとさせる情報が入ってきまして、それというのもタイガースの2軍の4選手が連日ゲームセンターに通っていて、タイガースから厳重注意を受けたっていうね、お話なんですけれども、今回の動画ではこの報道に対して僕自身が思うところね、この報道の中身全く知らないよという方もいらっしゃると思いますんで、簡潔に中身をまとめてお話ししていきながら、そしてこの4選手の現状というね、ところについても深掘りしていきながらね、お話をしていきたいなと思います。ということで、早速お話をしていきますが、まず何があったのかっていうところなんですけれども、話は6月の18日の夜に遡るわけですね。1週間前ぐらいになるわけなんですけれども、というのも、この6月の18日を次にね、ちょっと19日、20日で、ファームの交流戦があって、そこでジャイアンツと戦うために、東京の方に移動していたんですけれども、この都内のショッピングモール内にあるゲームセンターで、タイガースに属している、梶谷投手、湯浅投手、尾中投手、森谷投手、この4投手が、UFO キャッチャーであったりだとか、マリオカート、こういうね、ゲームセンターの中で、遊ぶ姿があったと。で、1時間ぐらいしてホテルに戻っていったっていう話なんですけれども、このね、その姿っていうのを、ファンの方なのか、誰なのかが目撃して、垂れ込んだっていう形になるんでしょうかね。その方のコメントでは、梶谷はひたすら UFO キャッチャーに熱中していました。湯浅、尾中、森谷の3人はマリオカートで遊んでいた。森谷と尾中が店内に響き渡るほどの大声で騒ぎ、その様子を湯浅がスマホの動画で撮っていましたということなんですけれども、まずね、この中身についてお話をしていく前に、ほんとすごいなーっていうふうに思いましたね。というのもその目撃した方、よくこの4人の顔と名前一致したなっていうね。しかも東京ですから、ある程度ね、タイガースのこと知っておかないと、なかなかこの4人の名前スラスラって出てこないと思うんでね。まずまずの阪神ファンの方が、見つけたっていう形なんだなーっていうところなんですけれども、この4人に関しては、そういうね、形をとっていて、ゲームセンターで遊んでいて、で、これが、次の日もね、ちょっとそのゲームセンターに行って、また1時間ぐらいして帰ってきてっていう流れで、タイガースの球団からはね、こういうコメントが出ていて、当球団では遠征地滞在中の不要不急の外出と外食は禁止しており、ご指摘の行動は誠に遺憾。ゲームセンターへ赴いた4選手に対してすでに厳重注意を行いました。当球団でも現在の感染予防対策を行っておりますが、改めてしっかりと感染拡大防止に努めてまいりますというコメントなんですけど、改めてね、これについて思うところっていうのは、まずいいことか悪いことかっていうともちろん悪いことですよね。やってはいけないことというか、やっぱりこういう球団としてのルール、そして NPB のルール、そして今の世間のルールというかね、そういう絡みの中でやっぱりちょっとね、なかなか赴きづらいところの中で、わかりやすいゲームセンターに出て行ってしまったっていうところは、良くないことではあるんですけれどもね。ただそれと同時になかなかね、息抜きの場所もないというのも、辛い現状だなということでね、大人4人が仲良くね、ゲームセンターに行ってるっていうのは、微笑ましい姿ではある一方ね、今のこの季節柄というか、時節柄というかね、そういうところでなかなか、いい風は吹かないだろうな、ということで、この4選手に関してはもう厳重注意されたわけですからね、これで話は終わるになるわけなんですけれども、ただそこからね、もしコロナが広がったらどうするんだとか、いろんな意見があると思うんですけれどもね、よかったらぜひとも皆さんのご意見いただければなと思うんですが、今回のね、4選手の現状というところをちょっと僕自身の中でお話をしていこうかなと思うんですけれども、まず、尾中投手ね。尾中投手に関しては、ベイスターズからやってきたという流れになるわけなんですけれども、大和選手のね、人的保障という形でやってきて、本来であればね、中継ぎで回ってほしい投手なんですけれども、身長が173センチということで、あまり上背はないピッチャーなんですよね。ただ切れ味鋭いカットボールというのが武器のピッチャーで、去年とかだとね、4試合投げて、2018年とかはね、12試合投げて、ある程度こう一軍で回ったりっていうところではあるんですけれども、その尾中投手に関してはね、今日も2軍戦で登板していまして、2軍での防御率は 0.00 ということで、しっかりいい結果は出してるんですよね。だからそういった意味合いでは、リフレッシュと登板とっていうのを、うまくやっていきながらっていう部分だったと思うんですけれどもね、ちょっとゲームセンターに行ってしまったっていうことで、ちょっとね、注意を受けましたけれども、いい成績をしっかり出していってほしいなというところですね。で、続いて2人目、湯浅投手。湯浅投手に関しては、本当に期待値が高い若手投手ですよね。ちょっと腰の骨折とかが2回あってね、苦しい状況ではあったんですけれども、今シーズン1軍にも上がってきて2試合登板しておりますけれども、どちらもちょっとプロの洗礼を浴びる形でね、苦しい登板になってるわけなんですけれども、この湯浅投手も2軍では防御率が 0.79 ということで、まあ、しっかりと結果を出してるわけですね。まあ、矢野監督からもまた上がってこいという風なね、まあ、コメントもあるわけなので、まあ、しっかりとこう2軍でね、結果を出していきたいところなんですけれども、まあ、この湯浅投手も、まあ、ちょっとゲームセンター行ってしまったと。で、3人目に関しては森谷投手ね。まあ、森谷投手に関してはもう活躍というのはね、もう数年やっぱりしてきた中で、やっぱり一番大きかったのは、まあ、2019年ですよね。57試合投げて防御率が 3.00 と、まあ、しっかりとこう勝ちのところでも投げれる投手ですし、まあ、ビハインドでも投げれる投手。まあ、やっぱりこの年のね、タイガースの中継ぎ陣の本当にこう分厚かったですから、まあ、そういう点でね、森谷投手も非常に大きい存在ではあったんですけれども、まあ、今シーズンに関しては上で2試合投げてるんですけれども、この森谷投手も2試合連続で失点して、まあ、2軍に落ちて、そこからはずっと2軍暮らしが続いているっていう状況なんですが、この森谷投手今日投げてるんですけど、まあ今日ね、4点取られたということで、もう2軍での防御率が 7.11 と、まあこれではちょっとなかなかね、1軍に上がってくるチャンスは少ないかなという部分の中でね、まあ今日もね、中継ぎが一軍の方で打たれてしまってというところでね、いろんなピッチャーを探ってる中で、こういう経験豊富なね、森谷投手も上がってきてほしいところなんですが、まあ現状は防御率が 7.11 と。で、4人目、梶谷投手ね。まあ梶谷投手に関しては、ちょっと一人で UFO キャッチャーしていたところがね、見られて、まあ29歳のね、梶谷投手と、21歳の湯浅投手ですか。まあこういう8個ぐらいね、差があるんですけれども、まあ4人で繰り出してっていうところの中でね、まあでも仲はいいのかなっていう感じはするんですけれども、この梶谷投手に関してはですね、まあ2020年のオフですね、まあホークスを戦力外という形になりまして、まあ、今シーズンからタイガースにやってきて、まあ、オープン戦とかね、練習試合で素晴らしい結果を出して、もう十分7回、8回いけるんじゃないかって言われてたんですね。まあ、この梶谷投手に関しては、やっぱり2018年ね、ホークスで72試合と、なのでもう1年間の半分ね、まあ、しっかり投げて回ってホールドも31という中で、まあ、しっかりとホークスのね、こう優勝日本一に貢献したんですけれども、まあ、この梶谷投手も今シーズンやってきて、1軍での活躍も期待されてね、開幕1軍だったんですが、7試合投げて防御率が 7.94 ということで、まあ、なかなかこう実力を出せず、そしてこの梶谷投手に関しても今日投げてるんですが、2点取られてるんですね。まあ、2軍での防御率が 6.50 ということで、まあ、特にこの森谷投手、梶谷投手に関してはね、まあ、それぞれある程度キャリアがあるピッチャーですから、まあ、こういう苦しい時にすぐにね、名前が上がってきてほしい投手なんですけれども、まあ、今回この4人が厳重注意ということで、まあ、タイガースからはね、まあ、いろいろと、まあ、あるわけなんですけれどもね、まあ、本当にこう、苦しいね、息苦しい、もうこれはもうプロ野球選手だけじゃなくて我々もそうなんですけれどもね、まあ、改めてちょっと気をつけなければいけない、まあ、事象なのかなということでね、まあ、これでまた一軍にね、そういうコロナとかが蔓延して、試合が止まったりしても良くないことですから、ただね、そういう息抜きの場もね、なんとか設けていきたいなという部分なんですが、まあ、今は我慢の時期なのかなというところですね。で、我慢の時期というとですね、まあ、タイガース一軍も今現状我慢の時期なわけですね。まあ、先ほどの動画でもお話をしたんですけれども、まあ、やっぱりね、ジャイアンツに 3.5 ゲーム差まで迫られてるということで、もうほんと気づけばですね、もうゲーム差なんてどんどん簡単に縮まっていくんだなと、逆に言うとね、簡単にこう話す部分もあるんだなという感じなんですが、前の監督がね、今日の試合終了後コメントを出してるんですが、チャンスもね、もっと作ってほしいけど、チャンスで1本出ないという現状、まあ我慢の時かなと思います。打線は今後も固定とは思っている。何も変えようとは思っていないというコメントなんですけど、まあ、とにかくね、タイガースに関しては、もう12球団トップクラスに、まあ、スタメンの入れ替えが少ない球団なんですね。もう基本的にはメンバーの入れ替えっていうのはあんまりないですし、まあ、その中での少ない打順交代という部分なんですけれどもね、まあ、今現状変えていかないと、まあ、1番センター近本選手、2番ショート中野選手、3番ファーストマルテ選手、4番サード大山選手、5番ライト佐藤選手。まあ、この佐藤選手がね、現状12打席連続ノーヒットということで、まあ、苦しい状況なんですけれどもね、まあ、この佐藤選手についても、まあ、コメントを出しているわけなんですけれども、まあ、打てない時というのは、ボール球を振らされたり、ボール球に手を出しちゃったり、そういうのはあるし、もちろん打てそうなボールがファウルになったりっていうのは日々の中でずっとあるんだけど、毎日打てるわけではないので、でもその確率を上げていくというのに日々取り組んでる。それは成長の過程であることと思いますっていうね。まあ、これは佐藤選手自身ね、まあ、最長の12打席連続ノーヒットというところなんですが、まあ、この辺はね、僕自身もあんまり心配してなくてというか、もう1年目ですから、いろんな壁がありますからね、まあ、それを乗り越えて、今ホームラン19本打ってるわけですから、まあ、この壁もね、自分で乗り越えてくれるだろうと、個人的には思ってます。で、6番レフトサンズ選手、7番セカンド糸原選手で、8番キャッチャー梅野選手で、ピッチャーということでね、まあ、基本的には、このメンバーを動かすことは考えてないということなんで、ただ、まあ、今後ね、いろいろと1軍2軍の入れ替えは個人的にはあるかなと思ってるんですね。まあ、それこそピッチャーの入れ替えで言うと、まあ、しっかりね、尾中投手とかもある程度結果出してますから、まあ、そういうピッチャーたちが上がってくる可能性、そして岩田投手がね、1軍の2軍の方で、まあ、連投でこう中継ぎで回ってるというところもあるので、まあ、もしかしたら中継ぎで上がってくるんじゃないかなとかね、まあ、こういうところも思いますし、またね、それぞれ2軍の野手については個別で動画も出していこうかなと思うんですが、まあ、高山選手がホームラン打ったり、まあ、山本選手がね、守備でもバッティングでもアピールしたりというところもあるので、まあ、控え選手の、まあ、層の厚さをさらにね、こう、付け加えていくために、まあ、こういうところの入れ替え、そしてそこから、まあ、状態が悪くなった時にポンとね、試合に出てっていうところもあると思いますんで、まあ、今後はそういう入れ替えというのにも期待していきながら、まあ、ただ明日の試合に関してはね、なんとかこう、3立てだけは回避していかなければいけないということで、まあ、2軍でね、ちょっとこういう情報出てきましたけれどもね、まあ、よかったらぜひとも皆さんの思うところをコメントいただけると嬉しいです。まあ、今現状ちょっとね、息苦しい世の中にはなってますけれども、まあ、みんな我慢の時期ですからね、まあ、タイガースもそうですけれども、なんとかね、みんなでこの苦境というのを乗り越えていきたいなと思います。はい。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局、チャンネル登録者1400人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者11000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホーありがとうございました。厳重注意を受けた今回の4選手、もちろんやってはいけないことです。それをしっかりとプレーで取り返すのが野球選手だと思うんで、今後の成績に期待です。ではまた。